こんばんは、宮本浩次でございます。お待たせしましたっていうか、誰も待ってないかもしれない、まあ待ってないってこともないですけど、12月29日、今日は木曜日ですね。12月29日木曜日、東京地方天気晴れ、今のところそれほど、 2,3 日前はもう非常に寒かったですけど、今日はそれほど、まあ、寒いですけど、そこそこの寒さ、東京地方はそこそこの寒さでございます。今日も、歌動画、ビシッと決めたいと思いますんで、ご期待ください。これちょっとライトの光がちょっとあれなんで、ちょっと場所を変えます。まあその作業、今日は作業場におりますんで、それほどまあ、こっちのはライトの方がなんかこっちの方がなんとなくいいような気がしますので、いつものちょっと場所に、それでは今日は、待ち伏せという曲をですね聴いていただきたい。本当に、大ヒットしましたけれども、この秋の日にという、これもうニューアルバムといっていいんでしょうか。11月、先月ですね。11月23日に発売になりました。この、秋の日にという、この私の、ミニアルバムですね。ミニアルバムから、名曲、秋の、待ち伏せをお届けしております。なかなか。夕暮れの街角覗いた喫茶店、微笑み見つめ合う見覚えある二人、あの子が急になぜか綺麗になったのは、あなたとこんな風に会ってるからなのね。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる、気のないそぶりして仲間に加わった。テーブルを挟んであなたを熱く見た。最後ちょっと決めたかったですけど、待ち伏せ、途中までですが、聞いていただきました。今年も本当に、歌動画、まあ上げたり上げなかったりっていう中をですね、皆さんよく我慢強く楽しんでいただけたと思います。まあ今年はですね、まあこのもう29日年のいろんなことありましたね。もうツアーもありましたし、こういうアルバムを出して、まあ非常にまあまた風邪なんかもまあ流行ってますけど、まあビシッとまた年末年始楽しい日々が皆様にやってきますように、私にもやってきますように。とりあえず今日の歌動画ここまででございます。また期待してくれ。まだ続きますよ。